延長11回の裏、打ち上げだ、センターだ、浅い、さあどうする、スライディングキャッチ、取った、三塁ランナー突っ込めない、大ファインプレー、センターの西尾、一塁ランナー飛び出した、アウト。日大一高を率いる高橋監督65歳、今大会の最年長監督です。34年間日大一高野球部と共に歩んできました。監督さんにとって結局甲子園というのは何になりますか？そうですね、やはり小さい時からも非常に憧れておった場ですから、やはり一つも年はとっても青春の場ですね。さあ、その高橋監督の采配が注目される日大一高と熊本工業の対戦です。東東京大会をノーシードから勝ち上がってきた日大一高、初回いきなりチャンスを迎えます。ワンアウト一塁でバッター2番の湯浅、三遊間破りました。日大一高このヒットで二塁一塁として頼れる主砲4番湯田を迎えます。流し打ちです。二塁ランナー三塁を回りました。バックホームされましたがホームイン。先制点を挙げてなおもチャンス。日大一高後ろのナインがしきりにシグナルを送りますが、監督はどっしり。そして5番タルイの初球、スクイズだ、ショートの前まで行った、ホームイン、2点目。やってきます、さすがローレンの高橋監督。これに対して熊本工業は強打で反撃します。2回4番森下、右中間です、抜けていきます、2塁も回ります。さすが4番バッター。そして続く今村、ショートの右だ、破った。熊本工業1点を返し、さらに2アウトながら2塁1塁と日大一高のエース広井を攻めます。ここでバッターは豊永、引っ張りました、レフトの左、レフトの左、掴んでいない、1人帰って同点、2人目帰って熊本工業逆転。取ったら取り返す両チーム。今度は日大一高が4回同点に追いついて、迎えた5回、チーム1のファイトマン1番の五能、ライトへ上がりました、巻き込んで入りました。日大一高これでまた突き放しました、4対3。さらに7回にも日大一高1点追加。ここで熊本工業は8回から村上に代えてマウンドに控えの松岡を送ります。背番号10の松岡は実はキャプテンです。これ以上点のやれない大事な場面で憧れの甲子園のマウンドに立ちました。しかしその松岡、いきなりワンアウト三塁のピンチ、スクイズだ、ワンバウンドした、外された、三本間に挟まれた、アウト。この間にランナーは二塁を狙ったがタッチしてアウト。この松岡の踏ん張りに熊本工業打線も奮起。8回裏1点を返して5対4と1点差に詰め寄り、迎えた最終回、キャプテン松岡自ら口火を切ります。ピッチャーの頭を越えていった、センター前へ。キャプテンの松岡に続けるか、9番豊永、ピッチャー返し、ワンアウトランナー1塁2塁、全く行方がわからない。熊本工業一打逆転サヨナラのチャンスを迎えました。打ち気満々の日枝、対するは日大一高のエース広井、緊迫してきました。カーブを打ったピッチャーの1、6、3と当たって試合終了。日大一高かろうじて逃げ切りました。最後の最後までヒヤヒヤさせられるゲームでしたね。そうですね、もう最後まで予選からずっといつも同じようなあれです。今日選手にはどんなことを言ってあげますか？そうですね、まあよくやったということと、まあ次もどこかわからないけれども同じような今まで通りの野球をやろうということですね、はい。その札幌開成高校の対戦相手は今大会屈指の好投手、川崎を擁する大分津久見高校。札幌開成はその川崎の立ち上がりを捉えます。まず先頭の後藤、
初球を打ちました。川崎投手から先頭バッターがヒット。札幌海星ベンチは大久保監督、バッターは西尾。振り向けばサインのキーはやっぱりバント。その西尾は三塁の前に確実に転がしてランナーを進めます。札幌海星はこの後相手のフィルダースチョイスなどで2アウト2塁3塁として5番の前田を迎えます。引っ掛けました、三塁前のゴロ、おーっと、ピ思わぬ形で先制点。西尾の送りバントが行きました。これに対し強打のつくみは3回に札幌海星熊木を捉えます。2アウト1・2塁で3番小賀。ライトへ飛んでいきました。一人帰った、ホームイン。さらに4番足立も続きます。ランナーのところへ飛んでいきました。センター前ヒット、2対1勝ち越し。熊木の投球が高めに浮いたところをつくみ打線が確実に捉えます。さらにつくみは5回ワンアウトから3回に同点タイムリーを放っている3番小賀。ライトへ上がった、大きい。小賀のソロホームランでつくみ3対1とリードを広げます。つくみの川崎に対し再三ランナーを出しますが2回以降どうしても点の取れない札幌海星、7回表ワンアウト2塁としてバッター須野内。あーっとデッドボール。県大会では5試合を投げ抜いて一度も四死球のなかった川崎ですがこの甲子園でデッドボール。札幌海星は続く熊木が送って2アウトながら2、3塁と同点のチャンス、バッター佐々木。引っ掛けてしまいました、ショートゴロ、アウト。2人3塁と終わりました。ピンチを切り抜けたつくみ、8回2アウトから待望の追加点、5番の佐藤博之。レフトへ舞い上がったぞ。打った瞬間これはイカれたって感じですか。もうやられたと思います。でもいいチームですね。もうみんなよく守ってくれて助かりました。ここで胸張って、そうですね、胸張って帰ります。つくみの川崎投手を苦しめました。初陣の札幌海星高校敗れて爽やか。甲子園ではすっかりおなじみの蔦監督率いる池田高校、対戦するのは粘りの浜松商業。今日第3試合は屈指の好カードです。2回の表池田は早くも浜松商業のエース岡本を捉え2アウト1塁3塁で7番の和田を迎えます。カーブを右中間へ持っていきました。池田高校が1点を先制しました。中継のボールが3塁へ、スリーベース。そして続く桜間、ノースリーから打ってこれもいい当たり、真ん中を破りました。2点目を取った池田高校。池田のエース桜間、低め落ちるカーブが面白いように決まります。一方浜松商業も素晴らしい守備を見せます。左中間飛び込んだ、ファインプレー。2点を追う浜松商業5回の裏、2アウト1塁でバッターは今日2三振の田中。レフトへ打ち上げました、センター後ろ向き。さあ1塁ランナーは2塁3塁を回る。浜松商業1点を返しました。地方大会を無失点で勝ち抜いた池田、初めて得点を許しました。さらに3番西尾、セカンドランナーホームへ突っ込んでくる。
ボールがそれた、同点。2対2同点。その後は浜松商業岡本、池田高校桜間が共に踏ん張って、試合は今大会初の延長戦に入ります。延長11回裏、浜松商業ノーアウト満塁と絶好のチャンスでバッターキャプテンの山下。打ち上げだ、センターだ、浅い。さあどうする、スライディングキャッチ、取った。三塁ランナー突っ込めない、大ファインプレー、センターの西尾。一塁ランナー飛び出した、アウト。ダブルプレー、一瞬にして2アウト。しかしまだランナー二塁三塁、真正面戦国から一塁へ、アウト。ノーアウト満塁を切り抜けた池田高校。12回表、今度は池田高校チャンス、ワンアウト一塁。セカンドライナー飛び出した、一瞬にしてツーアウト。さらに13回表、ツーアウトながらランナー三塁で5番の大村です。その裏、浜松商業はまたまたワンアウト満塁、サヨナラのチャンス。初球スクイズ構え、ファール、ファール、初球スクイズファール。ファーストゴロ、バックホームアウト、一塁はセーフ、ランナー残りました。そして2番田中、三振。最後に来た、あのカーブ、また満塁のピンチを切り抜けた桜間。5万5000の大観衆が固唾を飲んで見守る中、14回裏の浜松商業、先頭バッター西尾。ピッチャーのグラブの逆、セカンドの左を抜けてセンター前、ノーアウトランナー一塁。送りバントでワンアウト二塁となって5番加藤義孝。3時間37分の息詰まるゲーム、池田のエース桜間216球目で力尽きました。企業の小畑君は甲子園大会を前にベンチ入りのメンバーから外されました。今日の外野ノッカー役は中川監督からのプレゼント。相手の五の川は谷繁ら強打者揃い、外野ノック大事な務めです。3回裏、レフトに大きな当たり、木村君ナイスキャッチ。早速ノックが実を結びました。ナイスプレーで勢い上がる伊勢工業、今大会初めてナイターとなった4回表、バッターは7番奥村。思い切って引っ張りました、打球は左の方へ、切れるか切れないか、ホームラン、ホームランです。県大会でもホームランを打っていない伊勢工業、チーム第1号が甲子園で飛び出しました。1対0です。その裏の郷の川、二塁にツーベースの坂口を置いてバッターは辻。レフトの前です、伸びすぎた、あ、落とした、ランナーは三塁へ回った、ホームイン。はい、1対1、同点です。しかしすぐ伊勢工業を突き放します。ヒットと送りバントでランナー二塁、2番の南。ショートの上を越えました、左中間、ワンバウンド、ツーバウンド、ゴロになって抜けました。三塁を回ってホームに入ります。打ったランナーは二塁を回って三塁へ。続く3番イラゴ、すくい上げた、ライトが下がります、ボールに追いついて三塁ランナー立ちアップ。3対1とリードを広げました。県大会を一人で投げ抜いた伊勢工業のエース中瀬子も強打者郷の川を封じ込めます。島根大会7本塁打の4番谷繁も
6回まで三振、ピッチャーゴロ、レフトフライと3打数ノーヒット。ところが7回、ゴーノカは先頭バッターの辻の初球でした。ライトポール際へ大会20号のホームラン。このホームランでゴーノカが勢いづきます。ヒット、デッドボール、送りバント、さあワンアウト二塁三塁で木村監督からサインが出ます。スクイズ、三塁ランナーがホームへ。そして二塁ランナー薮野もホームへ突っ込みます。ゴーノカはツーランスクイズでまず4対3と逆転。なおも攻撃の手を緩めず、この回打者12人の猛攻で一挙に8点、9対3としました。9回の表、伊勢工業の攻撃も三者凡退。堂の川が甲子園初勝利を挙げました。東山さん、はい、高校野球の魅力ってどんなことでしょうかね。やっぱり見てる時に、自分もなんかプレーしてるような気になるし、なんか彼らがプレーしてそういう感情っていうのを一緒に味わえるってとこじゃないかなと思うんですけど。真剣にやってますもんね、はい、とにかくね、見てても気持ちいいし、でも一球がなんかすごい重さを感じますね最近の高校野球ね、はい。ところでね、はい、東山さんは今新歌舞伎座でね、はい、沖田総司、はい、これも本当に真剣毎日大変なんでしょう。これそうですね、はい、まあ、ステージ歌のステージの方もあるんで、一緒にやってるんですけど、いわゆる座長、はい、これは高校野球なんかで当てはめると、まあ、キャプテンじゃないかなと思うんですけれどそうですね、はい、肉体的にはもちろん疲れるかも分かりませんけれども、精神的な疲れってどうなんですか。はい、いや今回初めて、まあ、なったんで、まあ、非常に疲れますね精神的にも。ああそうですか、はい、じゃあ毎日バッタン9ですか。そうですね、もう帰ってすぐ寝るそうです、はい、今日も夜遅くまでお引き止めしてすいませんでした。楽しかったです。これからも高校球児かけながら選手やってください、はいはい、ぜひ、はい、今日はどうもお忙しいの本当にありがとうございました、頑張って一つ座長を務めていただきたいと思います、はい、それでは敗れましたですね池田高校9、ちょっと追ってみましたんで、それを今日はご覧いただきながらお別れすることにいたします。津田監督のお話です。今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。みんなようやったな。勝つも涙、負けるも涙やな。鍛錬は千日の行、勝負は一瞬の行、勝負は一瞬で決まってしまうな。その時に失敗した、あっもう一回やり直してくれって言ったってできない。だからこれが一番大事な、まあ私が先生がやっぱり悪かったと思う。緻密なこう練習はあんまりできなかった。ああ浜松は緻密な練習をしてる。だからこぼさんようにしてるわけだけど、だけどむちゃこぼすそうなところがあったわけだ。そんなところで先生は自分は悪かったとこういうふうに反省しとる。甲子園の経験はやがて年取った時に自分の心の支えになるからな。それを忘れない。で特に友達付き合い友情っていうのはこれもう死ぬまで続くんだよな。これを大切にしてな、やっていかない。Thank you.
は先発、広沢のホームランなどで2対2の同点で迎えた3回の裏、怪我が治って2試合目のゲイリーがバッターボックス。先発高野の初球のフォーク、力まずに振ったのが良かったという当たりはライトスタンド最前列へ。12試合ぶりの14号ソロホームラン。3対2、中日1点リードです。しかしこのところしぶといヤクルトは5回の表2アウトフルベース。バッターボックスは中日戦に強い杉浦。マウンド上は先発の川端です。ワンエンドワンからの抜いたカーブをセンターに弾き返し、ヤクルト2者ホームイン、4対3と逆転です。高野はカーブ、スライダー、フォークと6回から変化球をうまく使い好投。しかし9回2アウトからフォアボールを3つ出して中日満塁。ピッチャーは伊藤に代わります。そしてバッターボックスには落合。2エンド2からの5球目ストレート、センターへ。三塁ランナーホームイン。そして二塁ランナー立浪も三塁を回ってホームイン。逆転サヨナラ、5対4。星野監督が夢を見ているようだという中日の大きな1勝でした。